はい、どうもタクティです。今日はですね、走行動画撮っていきたいなと思ってます。まあ、言ってももうゆるく見てください。ここは、六甲山に来てます。六甲山の、ここね、なんかもうここで U ターンしてくださいっていうポジションなんですけど、マヤの天井寺って呼ぶんかなの辺なんですけど、ここからずっとこの西六甲ドライブウェイ、この道ですね、この道をずっと行って、六甲山牧場とかの前を通って、神戸のね、鈴蘭台の方まで走っていきたいと思います。ちゃんとね、法定速度を守ってはい、ね、むちゃくちゃ攻めたりするんではなく、もうゆるーくドライブする動画になりますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあね、はい、車に乗っていきたいと思います。はいはい、ということで、今からねゆるーく走っていきたいと思います、ね、皆さんね、一緒にドライブする感覚で見といてください。よし、じゃあ行こう。だったらこういうまっすぐなとこに止めてほしいですね。こういうね道を走るのはねもう数十年ぶりぐらいですね。今までおそらくこういう景色なんでね、海が見えたりすることもないです。この頃は何をやってるんだ。ドライブウェイを歩く会かな。パーキングあったからそこへ車止めてるのかな。調べたんやけど、まあそのボディのね、やっぱり溶接部分とかも頼りなさすぎるな、なんかいろいろスポットの数も多いとか、まあそんな感じで、なんか一応まあこういう走りのために作られたような車みたいです。そうな車なんでね、これは。いいね、楽しいな。
こう曲がっていくよな。足回りもノーマルでカヤバのショックが入っているので、まあ、スプリングもね、スプリングはまあ普通ですけど、ショックに関してはカヤバのショックが入っているんで、まあでもこれ6万キロ走ってるんで、まあ、ある程度まあサスとかもいろいろへたってる部分はあると思います。これガーッてカーブ曲がっとうように映っとうかな。でもね40キロしか出てません。あ、これ六甲山牧場、羊おるよ、羊。うわー、羊おるわ。ほら、映ってるかな。うお、羊、かわいい。馬、牧場やからね、結構人おるね。今日は六甲山牧場へ行こうの回じゃないんで、よいしょ、使用者なんでね。でも峠も走れるよぐらいな感じで行きたいと思います。来た工事のおじさん、いいの？すいません、ありがとうございます。ご森林植物園まで 4.2 キロ。
カーブの連続。西六甲ドライブウェイ。狭いなって感じるよね。なんか軽で結構小さいし、狭い道幅でも全然余裕。マフラー変えてエアクリーナーを変えただけで全然走り変わるよってこう言われたんやけど、ほんまに変わってる。交換する前より、なんやろ、加速もめちゃくちゃ良くなってるし、高速での伸びも違う。Yeah.
再びさんか。また次回は再びさんの動画でも撮ろうかな。終わりですね。神戸光陵学園、はい、降りてきましたね。このウインカーの音俺大好き。いい音してるなこれ。ということで、西六甲ドライブウェイから降りてきました。ゆるーく見てもらえましたか。はい、ということでね、今回の動画は終わりたいと思います。やっぱいいですねこの車、アルトパワーレス買ってよかったです。この車はまだまだね乗れるんで、距離もね大事に乗りたいと思います。ということで、また次回の動画を楽しみにということで終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ。